美森の大山筒子樹勢は衰え腰が目立つ。指定儀の隣の大山筒指定儀ではないが、大きな個体である。右手に見える石柱は昭和10年の天然記念物指定当時に設置されたもの。道場の個体の別アングル指定儀より50メートルほど離れた森林内山筒子の群生地が広がる。 上記4画像とも2011年6月21日撮影日森の大山筒子は山梨県北都市清里高原にある山筒子の巨木。山筒子列では唯一の日本国指定の天然記念物であり、筒子では他に例を見ない巨木である。八ヶ岳手法赤岳登録に広がる清里高原の展望台として知られる美し森の南側。 原松の深い樹林帯の中にある。この辺り一帯は、蓮華筒子、サラサドダン東国三つ葉ツジなど多くのツ,ツジが自生しており、昭和初期には、このツ,ツジ群落全体が山梨県の天然記念物に指定されたこともあり、昭和5年の調査では3本の山ツ,ツジの巨木があったことが資料に記されている。 天然記念物に指定された大山筒子は一本で樹高が2.5メートル、根回り2.7メートル、枝回り24メートルもある巨大なもので、1935年6月7日に国の天然記念物に指定された。近年では、漏水による樹勢の衰え、また1996年の異常低温などにより株の大半が故死してしまったが、周囲には、 多くの山つつじが見られる。例年6月中旬より下旬にかけて開花する。山梨県、史跡名商天然記念物調査報告書、第3週、昭和3年、山梨県、山梨県名牧師、昭和5年、文化彫刻指定文化財等データベース尾森の大山つつじ。ありがとうございます。